はい、どうもこんにちは。では今日も引き続きインドの始まりのお話を勉強していきましょう。前半部分を見ていきたいと思います。では行きましょう。はい、まずインドの場所はもう皆さんご存知ですよね。確認しておきましょう。ここですね。ボヨンボヨン。はい、ここ三角形っぽいところですね。はい、でここで、はい、文明が起こってきますよと。インダス川流域でしたね。モエンジョダーロとかハラッパーという遺跡が有名でございました。で、このインダス文明ができて、でちょっとしてからですね、アーリア人が侵入してきまして、ドラビダ系の人らは南に追いやられていきましたね。でアーリア人が中心になって、こういった文化文明が、引き続き作られていきます。で神々を称える歌の歌集ですね、ベーダが作成されていきましたよと。言ったら歌詞集やと言いましたね。で最初に成立した三歌集がリグベーダというものですので、これはしっかり覚えとけよと。最初にできたやつっていうのはよう聞かれんぞと言いました。はい、ほんでさらにこういったバルナ制というね、階級制度というのができていきました。一番上に、バラモン、司祭者ですね。でそして武士であるクシャトリや、庶民、商人とかね、農民とかの売者、そして隷属民であるシュードラ、でさらにその下にも、不可職民なんていうね、身分があったりしましたよと。こういった形でバラモン、クシャトリア、売者、シュードラと、こんなバルナ制ができておりました。でさらに、これに加えて血縁やら職業でさらに細かく分かれていきましたよと。それがカーストというものでしたね。でこれが混ざり合ってカースト制度という、今のねインドにも影響を及ぼすようなこういった制度が、あるんだよと。で時代は進みまして、政治経済の中心はガンジス川の中下流域に、進んでで参ります。ここから行きますね、だからこの辺っすね。この辺が結構栄えてくるよと。で城壁で囲まれた都市国家がたくさんできてきます。この辺はあれよね、古代オリエントとかギリシャとか似てるよね。で都市国家の中でもコーサラ国、そしてマガダ国というのが強かったぞと。地図にも名前が出ておりますが、インドの文明のお話では初めて出てくる国の名前なので、コーサラ国、マガダ国、これは知っておきましょう。はい、そう、争いがねどんどん増えてきたと。そもそもね城壁で囲まれた都市が作られてるっていう時点で侵入者がやってくるっていうことになってるよね。で戦いで活躍する身分といえばなんだ、これはもう見たらわかりますよね。武士だもんね。はい、この人たちが活躍していく時代になるよと。おもろってね。はい、でさらに経済も発展していきます。すると商人が儲かりますね、商人がいる身分は、はい、どこでしたか。これも言いましたよね。はい、こちらですね、売者にあたる、ここの身分。というわけで時代が進むにつれてですね、クシャトリアと売者の影響力が強まっていきます。これはイメージ湧くよね。でそれなのに、バルナ制で一番上の身分言うたら何でしたっけ、覚えておりますよね。はい、バラモンですよね。そうなのに、こういう状況なのにまだまだバラモンは威張ってる状況という感じなんですね。なのでバラモンの権威を否定してバルナ制をぶっ壊してくれるような宗教とか考え方が結構世の中の人らがね待ち望むようになっておりましたと。こんな感じの流れで仏教とジャイノ教というね、新しい宗教が成立していきます。この2つをねしっかり見ていきましょう。そう、まず仏教なんですが、仏教はインド生まれなんですね。あんまりイメージがないかもしれないけど、始まりはインドでございます。で仏教はと言いますと、はい、開祖はこの人だ、22番、尊称はブッダとも言われるし、釈迦、お釈迦様とかもね、言われますよね。聞いたことがございますでしょう。はい、この人ガウタマ・シッダールタと、この名前聞くとね誰やねんって感じなんですが、まあ、正しい名前はこんな感じなんですよと。ガウタマ・シッダールタで、ブッダっていうのは、悟りを開いたものという意味に、なるそうなので、悟りを開いたら皆さんもブッダと名乗ってみてはいかがでしょうか。はい、でこのガウタマ・シッダールタはですね、動物を生贄にする儀式とか難解な儀式とか、バラモンをトップとするバルナ制などなど、こういったこれまでのバラモン教のやり方を、否定していきます。そんなおかしいやんけ、まあ言うていくわけですね。はい、さらにガウタマ・シッダールタはどうやって苦、要するに苦しみですね、それから解放されるのかを説いていきましたよと。で、基本こういう考えがインドには古来からありまして、死んだら生まれ変わりますと。で人間はずっとそれを繰り返すんだと。まあまあ僕らでも受け入れられそうな話ですよね。こういう考え方を輪廻転生、輪廻転生というふうに言いまして、インドで昔からある考えなんですね。で要するに、輪廻転生、輪廻転生もこの空の一つやと、ガウタマさんは、考えましたよと。生きてることも言うたら苦しみの一つやという感じですかね。まあ、確かに生きてたら苦しいことあるっていうのはまあ皆さんわかると思いますけども、こういう苦しみからどうやって解放されるかっていうのをまあ解いていったと。はい、そしてガウタマ・シッダールタはこの輪廻転生からどうやって外れるかっていう下脱の道を解きましたと。これを下脱と言いますね。どうこの輪廻転生の道から外れること。
で、苦の原因は欲望、煩悩にあるぞと、しましたと。苦しみの原因は欲望であると。人間の煩悩とも言いますね。で、これを抑えて正しい道を行えば一切の苦から解放されるのだというふうに説いたと。で、いかに欲望から自由になるかというのが、まあ、テーマみたいな感じですかね。はい、まあ、仏教はだいたいこんな感じでございます。次、ジャイナ教行ってみましょう。ジャイナ教はですね、開祖バルダマーナという人ですね。あのハリーポッターのヴォルデモートをいつも思い出すんやけど、これを聞くと。で、彼もこれまでのバラモン教のやり方を否定したという点では仏教と共通してますね。はい、仏教との違いとしては、ジャイナ教は苦行をすごい徹底したと、基本断食みたいな感じで苦しいことを、いっぱいやらすやるみたいな、まあ、この辺が仏教とはちょっと真逆かなと。仏教はそこまで苦しいことを強いるわけではないんですね。ほどほどに欲を満たしてそれ以上は求めないと、こういう欲からの解放の仕方を説いておりましたので。はい、それから2つ目が徹底した不殺生、要するに生き物を殺さないということね。不殺生というのはこれを徹底していく、この辺がジャイナ教の特徴かなと言えます。もうちょい見ていきますね。徹底した不殺生のために基本マスク着用、そしてほうきみたいなね、お坊さんがいてます。写真とかでも調べたら出てくるんですが、要はちっちゃい生き物、飛んでるなんかハエみたいなのとか、こう息吸った時に間違ってこう吸い込んでしまうこともたまにあるじゃないですか。それ生き物殺してしまいますよね。だからそうしないようにマスクを着用して、歩く時もちっちゃい虫踏んで殺してしまわへんようにほうきで吐きながら歩くとかね、そこまで徹底したりしているようなんです。生き物殺さないようにですね。で、現在もインドに400万人ぐらいは、信者がいるそうなので、現在も、実存している宗教ですね、ジャイナ教。さてさて、2つ見てきましたけれども、どの宗教がどの身分に受け入れられていったのか見ていきます。ジャイナ教はというと、不殺生を求められるので商人の仕事ぐらいしかできへんと。まあ、そもそも武士はダメですよね。で、農業もダメ、あの土耕してる時に中の虫殺しちゃったりとかいう可能性もあるので、これもダメ。なので商人が多い売者に受け入れられていきましたよと。クシャトリア、これは武士階級ですね。これもダメですね、戦うしね。で、逆に仏教はというと、クシャトリア、武士の階級の人らが支持していきました。これはというと、戦争で戦うことになるので、そもそも不殺生は無理やということで、じゃあ仏教にするかみたいな感じの短絡的ですけども、まあ、こんなイメージでいいでしょう。あ、もちろん、ね、商人たちにも受け入れられておりますが、この仏教はという感じです。はい、こんな感じでバラモンの権威を否定するような新しい宗教や考えが出ておりましたということですね。で、さすがにこんな感じで新しいのがポンポンできてきたので、バラモン教の人たちも、黙っとったわけではないと。あ、やばいやばい、このまんまやとあかんみたいなね、なっとったというわけで改革を行っていきます。で、このバラモン教の内部革新から生まれた考え方が、このウパニシャッド哲学というやつですね。もう帰りたいですね、こんなん聞かれたら。とりあえずできるだけ簡単に説明しますので、どんな考えなのかをちょっと聞いてみてください。はい、まずこの宇宙、世界を成り立たせている原理、これをブラフマンというんですが、これと個人を成り立たせている原理、これをアートマンと呼ぶらしいんですけどね。これ実は一緒やねんっていう考え方、はい、これを漢字4文字で煩我一如というふうに言います。はい、わけわからないですね、もうちょい付き合ってね。要するに宇宙の原理と人間の本質っていうのは全然違うように見えて、実は一緒やねんというのが、この煩我一如という言葉で表されておるわけなんですね。ただ、僕らはですね、様々な欲望とか雑念によって心が曇っているため、曇ってますね。なのでアートマンを自覚することができないのだと。要するに人間の本質っていうのを、みんな欲望とか雑念がありすぎてそれを自覚できへんねんと、まあ、いうふうに言っております。だからこの心の曇りを取り払って、要は欲望とかね、雑念を取り払うことができれば、アートマンを自覚することができるよと。そうするとブラフマン、宇宙の本質とも一体化することができるんだよと。はい、そうすると解脱できるぜっていう、まあ、考え方ですね。これをウパニシャッド哲学の、割と根本的な考え方というふうに思っておいたら良いのではないでしょうか。はい、わかった？なんとなく分かってくれればいいかな。はい、要するに、それまでは儀式とか形式的なことを重視していたバラモン教だったんですが、やっぱ内面も大事ですよねっていうふうになっていったと理解しておいたら良いかと思います。で、ちょうどこの頃からですね、民間の信仰を、吸収してベーダの神々に代わってシバ神やらビシュヌ神などが主神となるヒンドゥー教というのが、でき始めます。で、今はこれが、
インドの人のメインの宗教になっているという感じですね。あのゲームでファイナルファンタジーとかね、やったことある人はシバとか召喚獣で出てきますよね。なのでまだ出てきますけど、こんな感じで神様がね、いっぱい出てくるよという具合ですね。はい、というわけで確認していきましょう。身分や家族を捨て仏教の開祖となった釈迦族の王子は誰だ。仏教の開祖といえばこの人ですね。はい、ガウタマシッダールタ、本名ややこしいね。はい、2番、仏教と同じ頃成立した徹底した禁欲と不摂生主義を唱えたジャイナ教の開祖は誰か。あのハリーポッターのボルデモートっぽい人。はい、バルダマーナね。はい、3番ラスト、バラモン教の儀礼的形式的な面に反対し思索を重視する哲学思想を何と言いましたか。3、はい、はい、ウパニシャッド哲学のやつですね。あのボンガ一の宇宙に、宇宙の本質と人間の本質っていうのは実は一緒なんだぞっていうね、考え方でしたね。はい、というわけで引き続き後半をまた後ほど見ていきます。ではまた。